こんにちは、ナミさんお疲れ様です。そして、このイヒメ大学の動画をご覧の皆様、お疲れ様でございます。今回ね、ナミさんから送っていただいた動画は、要点は2つです。1つはですね、えー、コンサル生さんが、まあ、卒業という形で売り上げを達成したということだったんですけども、あの、拝見してですね、ドライブ中の動画だったんですけども、私もね、自分のことを振り返りまして、速下塾を円満に卒業してきた方とか、 まあ私がね、対語版をした方がどうなっているのかってことなんですけども、まず一つね、私がこの塾生はもう大丈夫だろうな、というふうに思える、一つの基準というのがあるんですよ。それはですね、ご自身のセミナーなり、自分の塾の何かね、勉強会なりに、ゲストスピーカーとして私が呼ばれることなんですよね。これ実はね、ナミさんの講座の方にも、新潟まで出かけていったことがありまして、 そういううい意味で言うと、ね、な、ま、み、あ、さんもせん越ながら私が評価してね申し訳ないんですけども一部には即果塾の塾生さんという側面もあるんで率直に言わせていただいて新潟のあのねセミナーに呼んでいただきましてありがとうございましたってことでございますあの頃の感動っていうのはね忘れませんし他の塾生さんもそこに駆けつけてくださったりとか私もね軽自動車で当時新潟まで行く道すがら本当にワクワクしながら行った覚えがあります で会場に貼られたね私のポスターとかもねいや感慨深いものがありました、うん、そしていただいた冷えそば美味しかったね新潟のご飯ってのは何でもかんでも美味しいなと思いましたねお寿司、お魚お肉そしてお蕎麦ねわさびで食べるお蕎麦からしかからしで食べるお蕎麦良かったですねそれから新潟にはね私の好きな歌も結構多くてうん,なんかふるさとのような感覚がありますよね はいえー、まあ話は長くなりますけども私の塾生さんが、まあ、一本立ちしたなと思える一つの基準というのはその方のねなんか勉強会なり講演会なりに私がゲストスピーカーとして呼ばれた時にあまた一人そっか塾を旅立っていったなというふうな感じがするんですよね。はいえー、と今後もねそういう人が生まれるようにまた呼ばれるような人間でいたいなと思いますので、えー、頑張っていかないとなと思います。 で2つ目のナミさんから送られてきた動画これはねまだ見てなくてこれから見るところなんですけども奨学金についてですよね奨学金問題というのは結構あってシビアなこと言えば奨学金の返済に困るような進路を奨学金まで獲得していくような大学これ投資に失敗したんじゃないかなとも言えるんですよですんで奨学金もらってまで行くような大学じゃないよっていうふうな見方もありますし 奨学金もらってまでね、なんで大学行っちゃったのか。それは合コンして恋愛の問題をクリアするっていうのも一ついいと思うんですよ。で、私いつも言います。健康、恋愛、それから仕事、お金。この四つの問題をクリアするために、えー、いろんなね、情報発信とか情報の咀嚼をしていくと思いますけども、大学に行くことによって、お金と仕事のね、問題を解決するっていうのもあるでしょう。でも部活に一生懸命、えー、のめり込んでね、 健康の問題をもしかしてクリアしたいのかもしれませんしご大学に行くことによって合コンをたくさんしてね奨学金の負債はできるんだけどももしかしたら対人関係、女性関係とかね、異性関係が上手になるかもしれないじゃないですかそれも私もね大学に行って合コンばっかりしてなんだよと笑えないところあるんですよだって合コンしてその場をまとめる幹事をやるとかねそういう経験って多分どんなに小さな会社に行っても生きると思うんですよ 会社っていうのは人間が織りなす社会ですから、もちろん仕事の実績も大事ですけども、いかにうまく人間関係をまとめていくかっていう風なね、宴会部長みたいな役割って未だに必要だと思いますよ。で、宴会部長みたいなところがなかったり、その飲み会が面白くないってい会社って、やっぱり関係があんまり良くならないと思うんですよ。だからね、あの会社の飲み会なんて行きたくねえよって、なんでそういう風に 思うような社員がいるかっていうと、それは宴会部長がいないか、宴会部長の演出がいまいちなんですよ。それをクリアするために、大学に行って、人間関係構築、合コンをマスターして、そして宴会部長になっていく。それも必要な人材構造だと思うんですけどね。はい、ということで、ここからはね、奨学金について思うという動画を拝見しようと思います。それでは、今回も動画ありがとうございました。